赤坂ニュースのお時間となりました本日も私吉川里奈と、えー、餅月正則でお送りいたしますよろしくお願いいたしますお願いしますはい、えー。昨日は山崎真嗣さんにお越しいただきましたが どうでしたか望月さんいろいろお話聞いて。はい、もうそもそも「コンサルタント」っていうあの言葉が結構世の中で一人歩きしてる中で結構詳しくご説明いただいたので、うん、あなるほどなって、はい、その持つべき視点っていうところに関しても、うん、やっぱそういう視点なんだなってまた配信を復習してみようと思います。うんうん、はいということで本日もゲストにコンサルタントの山崎真二さんをお迎えしておりまますす山崎さんよよろろししししくくおお願願いいたします。 本日のテーマはこちらです近代政党のブランディングということで、まあ、政党に対してのこうブランディングの視点というものを山崎さんから少しお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はい、あのブランディングっていうとえ何それって感じじゃないですかましてや政治とか政党とブランディングってこうどうもつか、ね、つこう重ならない感じがねしますよね。うん うん、あのまあもともとブランディングっていうのはやっぱり経済あ,のあるいは経営の中で出てきたあのワードで,でブランドって何かっていうとね、うん、なんかこうポッとその名前を聞いた時に人々がこう思い浮かべるものなんですよね、うん、でそこには誤解もあるし、うん、<laughs> あのならその看板であったりとかあの響きであったりとかあるいは商品イメージであったりとか、うん、いろんなものがある集合体がブランドなんですよね そういううい意味で言うとあの例えば「賛成党」って言われた時に「どんなん?」っていうふうに思いつくかどうか、うん、まあこれがまあ結局ブランドってことだしでじゃあその思いついてもらうことあるいは考えていただく像がクリアになればなるほどいいわけなんでじゃあそのために何しましょうかっていうのはブランディングなん でそのブランディングっていうことを捉えるともうちょっと大きい目線で見るとマーケティングっていう概念があってマーケティングっていうのは何かっていうとねもう人と人とが関わるところは 私はててててマーケティングだって言っ言てて人と人とが関わると誤解も生じるしよう分からんみたいな分野が生じるんだけどもそれをなんか細やかにちゃんと説明をしてお互いが理解をしてあの動いていくっていうことがマーケティングなんですよね。うん、だから究極マーケティングは愛だって言っててで私はあのフィリップ・コトラー先生あのマーケティングの神様って言われる人の、まあ、今92歳。 あの91歳の時にシカゴのご自宅まで呼んで頂い,いてで、まあ、私が今先生の日本での展開をお手伝いしているので,でそのフィリップ・コトラー先生に信じ「マーケティングって何だ?」ってめっちゃ聞かれて「やばい!」 試されてると思ってて <laughs> <laughs> なんて答えようって考えてその時言ったのが「ピース」って言ったんですよ <laughs>「世界平和だ」って言ったんですよ、うん、ほんだらあのフィリップ・コトラー先生は「エグザクトリー」って言って <laughs> その通りだとおっしゃってくれはったんですけどでも究極多分そういうことで人と人とが介在する時にうまくやるあるいはあの心地よくやっていくための,あの手段っていうのがマーケティングっていう考え方なんですね、うん。でそういういうに考えるとあの 国家と国民っていうことで考えてもあの多分国家は国民に対して分かりやすくこれからの未来がどうなっていくのかっていうのを伝えて現状がどうだっていうことを伝えて皆さんどうやっていきましょうかと民主主義なんだからそれを伝えていくっていうのが多分マーケティングのはずなんですあるいはその政党レベルで見ても党員の方々に対して今の世界ってこうなってるよとこんなことみんなで学ぼうねって。 で我々の党っていうのはこっち向いてこんなふうな未来のために頑張っていくんだっていうことを示していくことでそれを巻き込んで大きな流れにしていくことが多分マーケティングブランディングなんだと思うんですねでそれはあの企業活動の中ではみんなよくねあのナイキとかコカ・コーラとかみたいな感じであるじゃないですか,だかそれは決して商品サービスだけではないあの人もそうですよね今だったら SNS の時代だからみんなセルフブランディングって言って 自自分自身をどうう見せるるかかていいことをものすごく考えてるじゃなでそういうことを考えると政党にとっても大きなゴールって何かっていうと自分たちが叶えたい日本の未来をねこうしたいんだっていうことで仲間を増やしていく民主主義ですから。うん ということを考えたときには必ずそこにはブランディングだとかマーケティングっていうのが必要になってくるというふうに思います。まあ近代政党のブランディングっていうところでもそうなんですけど、うん、今の日本の現状として特にあの若い子たちとかそうなんですけど、結局政治の世界とかって誰かが考えてくれればいいやっていう、うんうん、なんかこう。 他人任せな、今流れっていうのが来ている中で、うん、あの経営者視点っていうのを持った方がいいって。いうふうにおっしゃってると思うんですけれども、はいはい、経営者視点を持つべき人間というのは。その上に立つものだけ、というよりは、こう。広く、国民みんなが、思うべきだっていう。ところに通じますか、ね。はい、いや、ものすごく、今、いいご指摘だと思います。はい、あの経営者視点って何かっていうと、うん、国家をどうやって運営しようかっていう。 でよくその経営指標ではバランスシートとかねあるいは PL って言われる、はい、今どんな感じの資産があって、はい、今日々どれぐらい収益を上げてるのかっていうのを常に見るんです、はい、僕たちはだから数字はやっぱり過去の結果を物語ってるんですよねだそこをちゃんと見ないと未来は多分見通せない。 あるいは未来何をやるべきかっていうのはクリアにはならないはずなんですよ。ところが日本っていう国家になってるとね、今見てるとなんか自分のお金ポケットにねお金入れようとして政治家がうごめえたりとか、うん、なんか官庁は商益にとらわれてあのー、全体最適っていうのを求めてなかったりしますよね。でこうやってやっぱすごくおかしい。うんやっぱり日本国っていうのが未来流々とね。 人口減少社会の中でも国家としてのね国力を維持するっていうのはすごく大事だと僕は思っていてそのためにはやっぱり大きな目線で国家運営をしていかないといけない。 で国家運営をするのって誰かっていうともちろん一義的には総理大臣を筆頭として政治家たちがやっぱりそこの目線でねあの日本国っていうのの現状を見て過去の結果数字をちゃんと見て未来どうするかって考えていくべきだとは思うんですが国民一人一人もなんか俺に関係ないから選挙行かへんとか眠たいこと言うてたら日本って地盤沈下するんですよで、ね、これすごく面白い話なんだけども面白くない話なんだけども <laughs> 面,白面白くない話面白くない話 なんだけども実は世界史、ね、世界の歴史をひもといていくとねルネサンス期のイタリアだけちゃうかって言われてて、はいね、でそうすると日本って2006年から人口減少社会に入ってるのでほっといたら国力落ちるんですよ、うんでね、僕はそのなんだろうおじいちゃんおばあちゃんが、ね、命がけで日本って守ってくれたわけじゃないですか。ね、お亡くなりになったこともたくさんいる。 国のためだと思ってねで今度父ちゃん母ちゃんの世代がもう焼け野原でこんなんもう未来ないやん言うてる国を世界第2位の経済大国に持っていったとじゃあ今生きてる今大人の私たちは未来の子供たちに何残すねんっていうのってすごく大事じゃないですかでこれを考えるっていうのが多分今の私たちの役割だっていうふうに思うんです。でそそううするとそこって何だろう どうやったら人口減少社会の中で日本って残していくんだっていうことは政治家に任せることだけじゃなくて自分の未来自分の子どもたちの未来にすごく直結することだっていう認識を国民一人一人が持って。 あの、ぼーっとしてたら地盤沈下すんでっていう事実を、<laughs> これね、目をそらさずに言わないとダメなんですよ。そうですね。うん。どうしても政治家って票が欲しいから、俺たちに任せておけば大丈夫だだけ言うんです。そんなわけないんですよ。普通にやってたらあかんようなんでっていうのが答えなんで、じゃあそれをどうやって我々はそこにチャレンジするんだっていうことを言うのが政治だし、時には国民に耳の痛い話も、ここ我慢しようよって話も、ここ努力しようよって話もしていかないといけない。 うん。で、そういう意味で言うと、政治家にはもっともっと、そういう目線を持ってもらわないと困ると思いますし、国民もやっぱり、政治家を選んでるの国民ですから。うん、うん。政治が悪いなんて言ってるのはもう自分たちバカだって言ってるのに等しいんですよ。うん、うん。で、やっぱり自分たちがどういう目線で政治家を選んできたのかっていうところに立ち返って考えないとダメなので、そういう意味で言うと、やっぱり国民自らが立ち上がって、国民自らが自分たちの国を作るんだっていう、 考え方それは自分が国家を運営するんだっていう考え方を持てるかどうかかなっていうふうに思いますす、ね、そうですねやっぱこう自分発信でね進んでいけるんだっていう実感を持たないといけないところだと思うんですけどその実感を持たせるっていうのがすごく難しくてうどうでもいいやとかもうとりあえず生きてられるからいいやっていう人がもう本当に多い世の中になってしまってるのでそこに対してスポットを当てれるようなその人たちがこう興味を持てるようなこと うん、興味持てるようにつなげていく方法とかって何かご見解とかってありますか、うん？あの多分一般の人々が自分でも政治変えれるやんっていう実績と体験と体感を積み上げていくことだと思うんですよ。うん。だから例えば賛成党ってもうめっちゃわかりやすい透明でしょ？あなたが望めばあなたが国を変えたいんだったらあの自分で あの、政治に参加して国変えようよっていう党でしょうん、すごくシンプルじゃないですか。だから、そういうような熱い思いを持って、今の政治家がダメやって言ってる暇があったら、自分で考えて、自分で変えろよと。で、そのためにチャンス、仕組みを与えるっていうのが多分賛成党なんだと思うので、その考え方っていうのは、 僕はもう、あの、参政党がどうこうじゃなくて、社会的実験としてすごく興味があるし、うんね、非常に正しい仕組みだと思います。で、今までどうしてもやっぱり2世だとかね、地盤、看板とかいろいろ言ってたじゃないですか。<laughs> やっぱお金なかったらなられへんのかなとか、うん、こんなんやっぱおかしくて、志があって日本の未来を憂えて、こんな未来を作るんだってい思いがある人が、自分で、あの、政治に参加できるような、政治家として活動できるような、政治を食いぶちにするんじゃなくて、 本当に,なんか未来のために日本の未来のためにこう活動できるようなそういう仕組みを作っておくことが実は日本の未来ににとっては一番近道ななんちゃうかなというふうかいいふ思ますね、うん、ブランディングっていうのは変異していくものだと思うんですけれども、はい、まあ今最近の参政党の目指すこ,のこれからの政治っていうのは、うん、今山崎さんがおっしゃられた内容だと思うんですが、うん、昔のこう政治のブランディングとどう変わっていったかっていうのを教えていただければ。はいあのー、やっぱりですね こう自民党が圧倒的に力が強いとけどなんか今やっぱりこうなんか政治とお金の問題みたいなんで揺れてるじゃないですかでみんなえらいその支持率もこう落ちてるとなんか政治不信だとか言うてる割には選択肢がないんですよ、はい 皆さん、じゃあどうすんのいや、でも他に入れるとこないしなってなっちゃってるっていうのはすごく大きな問題かなっていうふうに思っていて、で、昔、大昔だったらね、もうなんか自民党っていうのがあって、もう万年野党っていうのがあって、で、そうするととにかく自民党に反対しといたら、それなりの一定数入るやんみたいな考え方で良かったところもあるし、自民党はもうその、もう一党で、あの、巨大な政党だったから、いや、もういろんな人おるよと。 それが派閥みたいな名前で考え方の違う人たちがあんな別々の党ですよ本当で言うとあんなに考え方がまちまちの人たちが集まってるって珍しいですよねでもそれが許されてきた時代があったんだと思うんですねで次に起こったのって何かっていうとやっぱり自民党だけやったらあかんっていうことになって大きなうねりが起こってこれ政権交代が起こったじゃないですかねであれって良かったんですよ一回政権交代を起こすことで自民党も 多分反省して、あかんあかん、そんな偉そうにしてたあかんわ、いうことで考えた。ね。で、国民たちも政権交代をさせるっていうことでこういうことなんだ、変わるってこういうことなんだって認識した。ところがやっぱりね、もう大地震が起こって、いろいろちょっと問題が起こってきて、あかんあかんって言うて、慌ててまた自民党にみんな戻っちゃったんですよね。で、あれって、だからといってあの政権交代が間違ってたのかってことではなくてね、それはそれで、やっぱり大いなる実験をしたんだと思うんですよ、国民が。 でもいっぺん委ねるっていうこともできるよねっていうふうになったけどその受け皿がまだ育ってなかったんだよねって話になったじゃあ次今国民が求めてるのは何かっていうと反対反対言うだけの野党じゃないんですよ。うん、で あの、政権交代を起こしたね、あの、党のように、まあ、政権交代は本当はしてほしい。あるいは連立でもええから、ちょっと違ううちも見てみたいぞ。でもお前ら、ちゃんと国家運営やった時に、ちゃんとやれよって言われてるんですよね。だからま、そこはすごくリアリティを持って、国民の方々の政党に対しての見る目が超えてるとか思った方がいいなと思っていて、じゃあ大きなところから、国防どうするんだとか、食っていくためにどうするんだ、経済戦略どうするんだ、私たちの明日は、 ねうん、教育はいろんなところについてやっぱ問われてるでそれについてどういうふうに我々は答えるんだっていうことをきちっと伝えていくこれをまずあのやっていかないといけないだからなんか批判と反対だけをするんではなくて行動して変えていって自分たちがもし政権取ったとしてもあのこんなことができるんだよっていうことをきちっと国民の方に伝えるこれがね今一番求められてるブランディングなんだと思うんです。でブランンディングっていうのは 小手先でこう見せたらかっこよく見えるでとかそんなテクニックの話じゃないんですよ根本的に何を伝えるべきなのかっていうのを分かりやすく分解をしてお伝えをするでよくねコンサルタントは大きく分けると3つありますとかって言うんですよあの人間って奇数で分けていった方が分かりやすいんですよだから3とか5とか7で分けるのがいいんですよ 大きく分けるって、これってね、三つの方向性があってね。これを細かく分けると、そのまた五つに分かれるんです、みたいな。まあ、大項目、中項目、小項目みたいな形で、分かりやすく国民の方にお伝えしていくと、なんか難しいと思ってた政治やったけども、めっちゃ分かりやすいやんってなるんですよ。うん。だから僕は、政治がなんか難しいことを言うてるっていうふうに、国民の方に捉えられたらダメだと思うんですよね。だからあんまり勉強してけへんかってんと。 俺よその難しいこと分からへんねんっていうおっちゃんもおばちゃんも子供たちもあのなんかよう分からへんけど参政党が言うてることあるいは別の党がね A 党ってていうのが言うてることっていうのはすごく分かりやすいなと思ってもらえることがブランディングだと思うのでまあ各政党ねこれどの党もやっぱり自分たちが何を叶えたくて今後どういうような政治をしていって日本国をどっちに持っていくんだっていうことを分かりやすい言葉であの国民の方に説明をしていく。そそれれれはあの多分それぞれの党ごとにね あの叶えたいい未来だととかやっていくことっててくこ違うはずなんで各、ね、党それぞれのブランディングがあっていいと思うんですが、うん、あの難しいことではなくて非常にシンプルに自分たちが叶えたい未来と今何やるべきなのかどんなことで私たちは行動していくのかっていうことを非常に分かりやすく簡潔に論理的に説明できるかどうかこれがねブランディングのポイントなんだと思います。ありがとうございます、うん、まだますだだ 引き続きお話をお伺いしていきたいところではございますが続きは後半の方でお送りいたします後半のコンテンツに関しましては詳しいことは概要欄に記載がございますのでそちらをご覧くださいということで本日は山崎慎司さんとお送りいたしましたありがとうございましたありがとうございました